Hello everyone! Welcome back to my channel! 皆さん、こんにちは。ライフスタイルクリエイターのミライリナです。Oh my god! なんかこのイントロを撮るのすっごい久しぶり。ほら、Journal with Me は YouTube ライブでね、やってた。日本に帰ってきてからも、3回くらいみんなと一緒にやったけど、このわかる Hello everyone! Welcome back to my channel! っていうのは、いや、スペインにいた時が最後だから、5月が最後だからちょっとはいドキドキしてるということでね、みんな今日も動画来てくれた皆さんありがとうございます。この久しぶりの動画で何を撮りたかったかっていうと、まあもうタイトル見ればねわかると思うけど、久々の iHerb の紹介っていうか、最近ね、インスタグラムフォローしてくださってる方きっと知ってるかもしれないんですけど、結構ね、前は私が普段食べている食事とかレシピとか、まあそういったヴィーガンライフスタイルに関わることとか、全般的に発信してたんですけど、しばらくあんまり、そんなに頻繁に細かく、そういった食べ物の写真とか内容とかレシピアップしなくなったんですね。で、アップっていうか更新しなくなった。同じか。そう。で、なぜかっていうと、まあ、インスタのね、ハイライトにも残してると思うんですけど、私自身、個人的にね、まあ、胃腸の問題もそうだし、まあ、健康面、全般的に、なんかいろんな経験を通して、食事のこととか、まあ、生活習慣のこととか、いろいろ勉強、研究していく中で、やっぱり本当に人間って、同じ人間でもみんなそれぞれ、体の中のその細かい部分が違くて、同じ食べ物で同じ食べ方をしていたとしてもそれの消化吸収のされ方が違かったり、消化がそのできやすい人できない人、吸収できる人できない人とか、まあ簡単に言うと合う合わないっていうものがね、やっぱり本当に十人十色と十人十色だったよね。そう。だからね、やっぱり私自身前はヴィーガンライフスタイルをしていて、それがすごく初め体にも合っていたし、摂食障害もそれで克服したり、元気だったんですけど、やっぱりだんだんその自分の体に合わなくなってきた、原因とか、まあいろんなね、プロセスがあって、精神的にもそうだし、いろんな気づきがね、ちょっとこの動画では話しきれないくらいたくさんあるから、まあフードのコンテンツをね、あんまりシェアするっていうことをやめてたんですけど、ちょっとやっぱりみんなのメッセージを読んでいたりとか、たまにストーリーであげたりすると、もっともっとあげてほしいです、参考になりますとか、自炊のモチベーションになるとか、もしくはちょっと食べることがあんまり楽しいって思えない今プロセスをね歩んでいる方が、こうちょっと、もう食べたいなっていう気持ちになったりとか、そういった声があって、やっぱりそう、なんか食事っていうのはね、人間みんなに、生き物みんなに欠かせないことだし、なんかもうちょっと楽しいものであるべきだと思うから、あくまで私の今の体に合った、まあなんだろうな、自炊だったりとか、外外食の時のフードチョイスとか、そんなものをね、まあ、ちょこちょこつまみシェアしていこうかなって思って、そう。で、なんかそんな困難な時にね、やっぱりその iHerb のこととかも結構質問があったりとか、また紹介品アップデートしてくださいっていう声をね、同時に受け取ったので、ちょっと、これは久しぶりの YouTube 動画撮る、いいわけにちょうどいいんじゃないって思って今日はそんな感じの動画です。 Yes! ということでね、もうイントロが長すぎるから早速ね紹介しようと思うんだけど、今回は、そう、私もほら、日本に帰ってきて、久々に iHerb で頼んだから、まあ、なんだろうな、そう、久々に頼んだ愛用品もあれば、初めてちょっと注文してみたものとか、あとは、まあ、なんだろうな、前回の動画で紹介したかちょっと覚えてないとか、やっぱりこれはすごく長年使っててもいいからもう一回紹介しようみたいな、もういろいろ混ぜこぜを、はい。シェアしたいと思います。 Yes! Let's get started! ではね、最初は
そうだね、もう今食品の話したからちょっと食品からいこうかな。そうね、じゃあもうこれは多分もうね、いっぱい紹介してるからみんなもう聞き飽きたかもしれないけど、まずはタヒニ。イエス、これはもう日本に帰ってきてもう速攻でまず買った。やっぱりね、私スペインでもいろんなタヒニを食べたし、日本ではアイハブ以外買ったことあるかな？あるかな？うん、でもね、まあ、いろんなの食べた中で、やっぱりこれが一番、これオーガニックだよね、そう、100% オーガニックだし、本当にそのタヒニのセサン、ごましか入っていないし、なんかね、とにかくね、そのテクスチャーとか、味とか、風味とか、すべてのバランスが私にとってはすごくベストなのね。だから、そう、これはね、必ずいつもアイハブで買ってます。あと、そう、ライフスタイルレシピブックプラスラブとか、まあ、他のいろんなレシピとかにね、使ってるタヒニ、レシピに出てくるタヒニっていうのは、これのことです。イエス。あと、またソース系で言うと、これね、ココナッツアミノ。これも前紹介したことあるかな。そう、なんかこれもね、そう、今回ちょっともう一回頼んだんだけど、私やっぱり醤油が、ちょっとね、別にグルテンアレルギーとかではないから、そんなちょっと入っているくらいで、なんだろう、グルテンフリーしようっていうマインドではないんだけど、でも、なんだろうな、その醤油の味が結構濃く感じるのね。そうで、これは醤油ではないんだけど、醤油の代用になるグルテンフリーの、まあ、ソース、そう、たまり醤油みたいな感じなんだけど、ココナッツしか入っ、ココナッツと、ソルト、塩、ヒマラヤソルトだから、そうそうそう、この、いい香り。ちょっと甘い醤油みたいな感じで、そう、見てくれたらいいかな。本当にこれ、アボカドのなんか、いろいろ混ぜこぜした丼とか、豆腐にも合うし、何にでも合う。うん。おすすめ。あとは、これももう毎回買ってるね。欠かせない。やっぱり、本当に欠かせないシナモン。このね、やっぱりアイハーブのシナモンが、こんなに量が多くて、これ何グラム ?69 グラムね。ほぼ70グラムで、香りも本当にいいし、オーガニック、これオーガニックだったかな、あ、オーガニックだね、そう。うん、もうね、本当に、そう、だから、ごめん、もう話がいっぱい、もうポンポンポンなんだけど、こんなにいっぱい量が入ってて、オーガニックで、美味しくて、香りもちゃんとシナモンだから、品物だって、偽物でもないっていうのがわかるのに、この価格、ちょっといくらだったか忘れちゃったんだけど、この結構安いのね、他と比べたんだけど、日本のそういった海外輸入品のお店とかね、比べたんだけど、やっぱり一番安いから、うん、やっぱりこれはアイハーブで買ってます。で、続いては、大好きな、ヒマラヤピンクソルト。おっ！おっ！前は、今も使ってるんだけど、こうやってガリガリするやつ、容器あるじゃない？なんか、それを持ってて、多分それをどこかで買い足してたんだけど、でもそうやって考えたら、ちょっとその瓶ってさ、ほら、製作じゃないわ、生産するのにもすごくエネルギーがいるし、ゴミもさ、すごくね、出るじゃない？だから、詰め替えに変えたいなと思って、そう、今回アイハブで探したらあったのね。だからこのピンクソルトを買いました。あ、でもこれあれだ、もう結構ちっちゃい粒になってるから、なんかそうね、どの瓶に入れても、なんだろう、詰め替えでガリガリできないやつでも大丈夫みたい。うん、あ、これね、これもよく買ってる、キヌアと、これキヌアとライスだったかな、うん、米粉がほとんどなのね。米粉 90% で、あとはキヌアの粉が 10% の、パスタ、グルテンフリーのパスタです。そう、このメーカーの、私マカロニもよく買ってたんですけど、一番好き、なんか一番食べやすくて、私は個人的にすごく消化に良かったのね。だからなんか真っ白なパスタだとちょっと柔らかすぎたりとか、真っ白ってごめん、米粉の 100% のパスタだとちょっとなんか柔らかすぎたりとか感じたのね。そう、でもこれはね、なんかちょうどいい感じだったから、うん、好
きで、はい、また買いました。そして続いてはこれもそうね、何かの多分スイートアットホームのレシピ本とかでも結構よくキャッサバフラワー使ってるから紹介したと思うんだけど、そう、キャッサバフラワーですキャッサバっていうのはキャッサバだよね、日本語でも。キャッサバ、なんか要はキャッサバって分かりやすく言うとちょっと片栗粉みたいなカテゴリーに入るかな。そうだから、まあグルテンフリーのあのレシピ作るときとかに、あのやっぱり例えば米粉だったとしても、米粉だけオンリーだと、うん、テクスチャーがあまりいい感じにならないのね。柔らかすぎたりとか、もちもちすぎたりとか、あのお餅みたいになっちゃったりとかするのね。だからそういう時に、例えば私が一番好きな組み合わせは米粉、大豆粉、あとキャッサバ粉、ひよこ豆粉も、あのもしね食べれる方いたら、そうおすすめなんだけど、私ちょっとね豆類が体消化がねなかなかできないから、だいたいそうこのキャッサバ粉とあと米粉を混ぜて朝パンケーキ作ったり、なんかクッキー作ったり、そういろいろ作るように使ってますでフードはそんな感じで、続いてはこれね今回初めてそう買ったんだけど、Pure Magnesium Flakes、 多分エプソムソルトって皆さん知ってるよね。結構ね最近すごく出てきてるから、だからこれもあのねエプソムソルトという記載はないんだけど、でも多分同じようなあの効果、なぜかというと本当マグネシウムだから Pure Magnesium って書いてあって、なんかちょっとマグネシウムとかミネラルとかが足りなくなりやすいなって最近感じていて、自分の体調を通して。そうだからなんかサプリじゃない方法で取れるものならなるべくそっちも試したいなと思っていろいろ調べてて、やっぱりマグネシウムって皮膚からも人間っていうかね、そう人間そう私たちは吸収できるから、じゃあぜひこのバスソルトを試してみようと思ってこの前使ったのね。で20分くらい、まずインストラクションにも書いてあるんだけど、20分くらいできればお風呂に浸しておいて、でその後に入った方が効果があるっていうのを読んでやってみたのね。でそれでさらに20分くらいちょっと半身浴してたんだけど、もうね出た後にも汗が、みんな酵素浴行ったことあるかわかんないけど、本当に酵素浴と同じレベルでもう汗が止まんなかったの。そう。だからもう20分間ぐらいずっとタオルで拭きながら。で、体もすごくポカポカしたし、夜もね、睡眠がすごく質が良くなるから、マグネシウム取ると。で、それ確かにね、感じました。そう。だから、あ、これは欠かせないって思って。うん。今はもうお風呂入るときはこれをね、入れて入ってるから紹介したかった。で続いてもちょっとまたね日用品って感じなんだけど、今回はねこのホホバオイルというのを買ったのね。でこれなんでかっていうと、ちょっと私肺とかここの気管支っていうのかなが弱くって、多分生まれつきなんだけどね。でちょっといろんなね症状があって、どうしようっていろんな人にその相談してた時に勧められたエッセンシャルオイルがあって、でそれを本当にここにこう塗ったりとか、ちょっとねそのエッセンシャルオイルの名前が難しくて忘れちゃったんだけどそれを肌に塗る、マッサージして塗るだけでも皮膚から何こう浸透して中まで届くみたいなのね。そう。ただ、やっぱり原液をそのまま垂らすっていうのはすごくストロングだから、良くないから、この、なんだ、ホホバオイルとか、あと、キャノーラオイルだ、あ、キャリアオイルだったかな？うん。とかと、その、要は、オイルマッサージとして使えるオイルね。うん。と、混ぜて、使う、肌に塗る。っていうのを勧められたから、あ、じゃあそうしようと思って、これを買ったの。そう。で、これは髪の毛も、体も、どれにでも使える 100% ピュアなオイルです。Yes。で、あとオイル系もう一個ね。これはね、もう前の多分動画でも紹介したんだけど、それこそ、キャスタールオイルって言って、これはね、目、まつげの、美容液、そう、に使ってます。で、これは、なんかね、こんな感じで、こういう感じになってるのが、ね、見えるかな。そう、こういう感じね。そう、とろーってしてるの。
だからこれをね、まつげそのままつけるんじゃなくて、あのまつげのブラシみたいのが売ってるじゃない。でそこにこう私は垂らして、でこうやってあの夜寝る前とかにあのつけると本当にまつげがね、なんだろう、抜けにくくなる。最近すっごい抜けちゃったからね、そうまた使い始めてます。そして続いてもまたオイルだ。なんかすごい今回オイルが多いねこれはティーツリーです。あのティーツリー皆さんも知ってるかな。あのね、これは殺菌効果がすっごく強いオイルなのね。で私はこれ何に使ってるかっていうと、あのもうね、香りも大好きなんだけど、またミントとはまたちょっと違う、このなんかフレッシュな感覚になるんだけど、そう香りとしてもね、もちろん楽しめるアロマインフューザーとかにね。ただ私はこれ何に使うかっていうと、顔にニキビとかできた時に、あの夜なんだろうな、クリームとか化粧水とか塗る前に洗顔して、そのニキビができたところにあの塗るのね。もしくは別にこれは顔全体に塗ってもいいんだけど、かなりこれすっごい匂いが強いから、本当にちょっとで大丈夫ね。ちょっとで絶対目の近くにはやらないようにね、スーってしちゃうから。そうで塗ると本当にそのニキビの治りが早くなるの。塗った時と塗らない時での違いがすごく感じて、だからね、あの T3 はすごい常備してるんだけど、日本のお店で買ってた時、結構ねこれよりも半分くらいなのに、これと同じ値段だったのね。だからちょっと高いなって思って、 I have どうかなって見たら、やっぱりそう日本よりも安かったから、今回この大きいの買って、はい、今愛用してます。そして続いてもこれも前に紹介したと思うんだけど、Pure Natural Crystalって書いてあるんだけど、何かっていうと、これ実はデオロラントです。水晶なんだよね。そう、日本語だと水晶っていうのかな、これはこういうそう、でもこれ飾りとかじゃなくて、あの水にちょっとこう、本当にちょっと水に濡らして、でこうやって塗る、うん、出かける前とかに塗ると、あのデオロラントの代わりになって汗の匂いがすっごい予防できるのね。私はすごい予防できた。うん、なんか一人友達に紹介したら、ちょっと彼女はあんまり聞かないって言ってたから、あの人によるかもしれないんだけど、そう私は個人的にあのすごく気に入ってる。だってクリスタルじゃない、何にもケミカルなものも匂いも何もついてなくて、そうそれで汗の匂いをね取れるっていうのはすごい便利だなと思ったから、これはあのそう体にね、もしも合う方がいたらすごくおすすめで、あとはあ、やだ、さっき食品の時メープルシロップ紹介し忘れちゃったけど、あのこれもね、もうだいぶ前から紹介してるし、すべてのレシピ本でも紹介してると思うんだけど、変わらずあのメープルシロップをね買う時はこの iHerb のこの大きいのを、はい、あの買ってます。やっぱりオーガニックで美味しいし、こうなんだろう、グレード A とかグレード B とかあるんだ。ちょっと今知ったでもね、なんか一番なんかね、そうこのメーカーが私は好きです。うん、でやっぱりなんか特に前はね、ほらレシピの解説とかよくしてて、レシピ本の制作の時とかはすっごい大量生産しなきゃいけなかったから、メープルシロップ大量生産じゃないよ、大量消費だからあのその時とかはね、本当に助かってました。うん、そしてあとはキッチンと、バス周りになるんだけど、今使ってるお皿の洗う洗剤はこれを使ってます。これはね、もうね、正直に言うと結構前に買ったアイハーブでだからね、今もなんかストックしてあるものがいっぱいあって、それこそあのくるみからできた、あ、くるみの殻か、くるみの殻からできたスポンジとか、あとそうなんか結構アイハーブでね、前に買いまとめ買いしてストックしてあるものがあるから、それの中の一つなんだけど、そうこれもあのそう確かね、そうだね、クリエイティブフリー、あのそういう動物実験とかしてなくて、すごいイングレディエンツと材料とかもものすごくシンプル、環境に配慮したメーカーだったから、試してみようと思って買ったやつだったんだよね。そうでこれはすごくね、やっぱりいいです。あの手も本当にそのまま手袋しないで洗っても、あの荒れないし、私はいつもなるべく長く使えるように、あんまり消費しなくていいように水で薄めて使ったりとかねしてるんですけど、そうこれはすごく良かったから、
紹介します。でこれからはなんか家の近くにもなんか量り売りの石鹸とか洗剤とかがあったから、あラッキーと思って、なるべく量り売り、うん、でそうこういったあのなんていうの消耗品っていうのは使っていこうかなって思ってます。であとそう洗剤、これもね全くこれと同じ時に買った、まとめ買いした時のストックであったんだけど、そうこれもね結構良かった。今まで3回くらい買ったかな。うん、あの洗剤ね、ごめん何も言わないでただ喋ってるだけこれは洋服の洗剤ね、うん、ちょっとだけ本当に入れるだけですごい香りが出て、でもこれもあのそういった動物実験してなかったり環境に配慮された、あの確かねすごいピュアなオイルなんだよね。うん、すごくいろんなものをフリーって書いてある、日本語でね多分あの見た方がわかると思うから、興味ある方ぜひあのページで購入ページで見てみてください。で洋服の洗剤について言うと、私はもうほとんど消費しないですね。でなんでかっていうと、ちょっと待って持ってくるね。なんでかっていうと、あの実はこれね、iHerbじゃなくてこれ Amazon で買ったんだけど、多分普通に店舗とかでも売ってるかな、あの知ってるかな、洗濯マグちゃんっていうメーカーの洗濯マグちゃんです。はいでこれなんでマグちゃんっていうかっていうと、あの中身に見えないんだけどマグネシウムが入ってるのね。そうで、なんかこのマグネシウムがその汚れを取ってくれるんだけど、なんかそう会社の背景とかもねちょっと調べた時に、なんかこれを製作した会社の方があのなんか機械油だったかな、漢字の読み方合ってるかわからないんだけど、まあ要はその結構強い油ね、で手が汚れた時にそのいつもマグネシウムで手を洗うと綺麗にその油が取れてたから、あじゃあそれでこういった何洋服の洗剤とか使う、なんていうの、洋服の汚れ落としとかにも何か発明できないかなっていうので生まれたみたいなんですね。でこれっていうのは何がいいかって、あの300回以上繰り返し使えるのね。使い方は本当に簡単で、なんか洗濯機の中にポンって洗濯物と一緒に入れて、であの洗うだけ。そうで干すときは洗濯物と一緒に干して、でまた洗濯物洗うときにまた入れての繰り返し。そうだから、うん、すごくエコじゃない？だから、うん、もうこれお友達が紹介してくれたんだけど、もう教えてくれてありがとうって感じで、そのもう何年かな、3年前くらいから私は実は使ってますね。一回も紹介したことなかったかもって思って今日ねちょっと思い出したので、ただほら泡も立たないし匂いがするわけでもないから、もしねなんかちょっとだけ今日の洗い物はなんか香りが少ししてほしいなみたいな、ケミカルな香りじゃなくても少しだけって思った時に、こういう私はあのそうナチュラルなオイルとかそういうものをほんの少し垂らして気持ち、うん、ちょっと香りがつくような感じでバランス取ってるっていう感じです。はい、という感じで全部になるかな今日のところは。うん、なんか結構食品と日用品となんかあれもこれもオイル系も多かったし、突然アイハブじゃないものも紹介しちゃったけど、何かねもしもその多分これ今日紹介したものそれこそ全部一応ヴィーガンのもので、キュアリティフリーだから、動物実験とかしていなくて、なるべくナチュラル、オーガニック、エコ、環境配慮した製品というかアイテムなので、何か一つでも参考になるものがあったら嬉しいです。それでね、この iHerb の、アイテム紹介動画は過去にね、多分ね3個作ってるのね。そうで再生リスト作ってるので、一応この概要欄にも載せておきます。で、今日のこのなんだ紹介したものたちもリンク貼っておきますね。もしかしたらなんかこの私がさっき言ったようにこの洗剤とかなんか過去に買ったもので今もう販売終了してるとか在庫切れとかそういうものもあるかもしれないんですけど、似たような商品も多分あるから、一応リンクだけ載せておくので参考にしてください。うん、で、iHerb は5000円以上まとめて買うと送料無料になるから、ぜひそれがおすすめです。私もだからやっぱりほらちょこちょこ頼んじゃうと飛行機も行ったり来たりしないといけないし、なんかいくらね日本で買うのも、海外から頼むのもどちらにしろ輸入品とはいえ、なんかなるべくまとめ買いして、うん、なんだろうな、
飛行機のこれをね、あの削減したいなという気持ちはあるから、あの結構ね、そう1万円とか本当に1万5千円以上とか家族の分とかも全部まとめて私は定期購入してます。うん。で、もうこれで最後になるんだけど、インスタのね、ハイライトとかでも、ちょっとプチ、アイハーブ紹介コーナーとか、作ってるんだけど、私の、ディスカウントコード、AEC5878 ね、ここにも載せとくけど、これを使うとね、5% オフになります。どの商品買っても、いつ買ってもね。だからね、もしちょっと今回アイハーブ試してみようかなとか、定期購入毎回してますっていう方、ぜひぜひ活用してくれると、とってもとっても嬉しいです。私も、とってもみんながそのアイハーブのコード使ってくれることで、すごくディスカウントされて、うん、本当に助かってます。とってもありがとう。じゃあみんな今日も本当に最後まで見てくれてありがとうございます。 Thank you so much for watching and see you next time. Bye.